くいきなり降ってくんだもんな。お？誰だろう、あんな子近所にいたっけ。お？いつの間に増えたんだろう。雷マジかよ。え？なんだ？ねえ、やっとやんだ。あれ？いないや。なんだか不思議な子だったな。ネット君、何やってるの？真鍋さん、それって事件の資料？ええ、コンピュータウイルスを使って企業から機密文書を盗むという事件の捜査をしている。ウイルスをそんな悪いことに使う奴がいるんだ。そう、産業スパイといってね、ウイルスをコンピューターに送り込んで混乱させている隙に極秘情報を盗み出す悪質なネット犯罪よ。最近特に増えているの。へえ、そうなんだ。アステロイドへの対応だけでも大変なのに、その上産業スパイだなんて困ったものだわ。あったあれ、あの子さっきの。不思議な子だな。何集めてんだろう。なんだか今日はやたらあの子を見かける気がするな。気のせいかな。二度あることは三度あるって言うけど、まさかいくらなんでも。変な子。わからないだと？やっと手に入れたちょいな伝説の薬剤師カルダモンが調合したという薬、飲めば立ちどころにどんな病気をも治してしまうという幻の秘薬。もしこの薬をコピーして大量生産できれば、我が社には巨万の富と世界一の製薬会社の座がもたらされる。その千載一遇のチャンスにもかかわらず成分がわからないとはどういうことだ。お前たちには最新鋭の分析機器を与えているだろう。ですがベンゲル社長、まだチョイナの漢方薬には科学的にも解明されていない部分が多くて。できないでは済まされん。このわずかな量を手に入れるためにどれだけの金を使ったか分かっているのか。クビになりたくなかったらとっとと解析しろ。はい。すでにあらゆる生薬の原材料は我が社が独占した。あとはカルダモンの薬の秘密さえ分かれば。ん？私だ。なんだと？カルダモンの孫娘が日本に来ている。何？処方箋を？そうか。また君か。ねえ、何を探してるの？あった！ヨモギもどきって言うね。お灸にすると肩こりがすごく楽になるよ。そうなんだ。さあ、今度こそいただきます。うわー、どうぞ。え？
君ってハンバーガー食べたことないの？うん、ないよ。でも世の中にマンガン亭の肉まんより美味しいものあるなんて知らなかったね。マンガン亭？もしかして君、クチャイナの子？ううん、チャイナだよ。私、ジャスミン。あんたは？俺はネット。ヒカリネットだけど。ありがとね、ネット。実は日本に着いてすぐ財布を落としちゃって、この3日何も食べてないの。3日も？それは大変だったね。お腹いっぱいね。そりゃよかったね。そうだ、ネット、水色タンポポって聞いたことない？水色タンポポ？水色タンポポは日本だけに生えているタンポポなんだよ。名前の通り水色をしているらしいね。見たことないけど。そう。その花がどうかしたの？私、薬剤師になるために修行してるよ。日本に来たのも師匠であるじいちゃんの言いつけで薬草を集めるためね。あ、じゃあさっきのってもうほとんど集めたんだけど、最後の一つ水色タンポポだけがどうしても見つからないね。私、全部集めないとチョイナに帰らないよ。それとても困るね。そういうことなら俺探すのを手伝うよ。本当？よかった。実は地図ももらったんだけど、日本のことよくわからなくて。地図？じいちゃんの話だと水色タンポポは決まった場所にしか咲かないらしいの。私はメディ、ジャスミンのナビよ。ようこそ。僕はロックマン。よろしくね、ロックマン。それでこれが地図なんだけど。うん、じゃあデータを読み込んでみるね。この青と赤は？青いところはもう探した場所、赤いところはまだ探してない場所ね。なんだ、もうほとんど探した後じゃん。だけどこの地図ちょっと間違ってるみたいね。間違ってる？うん、そのせいでなかなか見つからないね。ネット君、間違ってるんじゃなくて、これ50年近く前の地図だよ。50年。50年前は野原でも、今ではそこにビルが建っていたり道路になったりしてるんだよ。きっとそれ昔じいちゃんが日本に来た時の地図ね。じゃあ水色タンポポは？でもどこかに一つくらいは生えてんじゃない？とにかく行ってみようぜ。じいちゃんの地図によると水色タンポポはこの辺りに生えているはずね。うわ、あれは！もう少し。よっしゃ、ゲットだぜ！ある場所は全部調べたのに、いくら地図が古くたって一つくらい生えていても。どうしよう、このままじゃ私チョイナに帰れないよ。見つけたぞ、伝説の薬剤師カルダモンの孫娘ジャスミン。あれか。水色タンポポは今ではほとんど見ることができない幻の花らしいよ。幻の花？50年前にはいっぱいあったかもしれないけど、今じゃ日本中探しても見つかるかどうか。何か方法はないのか、ロックマン。誰かが薬草として特別に育てていれば別だけど、でも
水色タンポポは人の手で育てるのがすごく難しい花で、その可能性は…そんな…諦めないで、ジャスミン、きっとどこかにあるはずよ。頑張りましょう。それに私たちには大きな夢があるじゃない。夢？うん、実はメディは私のとっても大切な友達のナビだったね。だけどその友達は重い病気にかかって、悲しかったね、苦しかったよ。その時思ったね、こんな悲しいことあっちゃいけないんだって。だから私決めたね、じいちゃんみたいな世界一の薬剤師になって世界中から病気をなくすんだって。譲り受けたメディと一緒に。もう誰にもあんな悲しい思いはさせたくないよ。それが私たちの夢ね。そうだったんだ。みんなジャスミンのこと励ましてくれるのか。きっと小さい頃から薬草を探して野山を走り回っていたせいね、私なぜか動物には好かれるよ。お、どうかしたのネット？なんかテレビドラマみたいだ。返せ私のリュック。負けないね、ニュー。待てー、あいやー。渋滞かよ。ジャスミン大変だ。すっげー、おお、これがカルダモンの処方箋か。すると飛躍の作り方がこの巻物に。ダメ、それ見ちゃダメ。じいちゃんに誰にも見せるなって言われてるね。そうか。なんだこれは。どうやら暗号化されているようで。おい小娘、解読しろ。やだよ、ピー。そうか、ならば。ああ、メディ。ああ。何、何なのこのウイルスは。な、何よ。大腸菌が風邪ひいたような顔しちゃって、怖くなんかないんだから。ここには産業スパイどもに使わせた強力なウイルスが入っている。早くこの巻物を解読しないとお前のナビがデリートされてしまうぞ。そんな、ダメ、メディは私の大切なパートナーね。わかった、私作るから。ひどいことしないで。よし、いい子だ。ありがとう、ジャスミン。あ、あのトラック。やっぱりここにジャスミンが。よし。お疲れ様です。ジャスミンはどこにいるんだ。ロックマン、ナビゲートしてくれ。分かったよ、ネット君。ロックマンエグゼトランスミッション。終わったよ。どれどれ。じゃーん、カルダモンの特製チャーハンの出来上がりね。ふざけるな、なんだこれは。だから門外不出、じいちゃん秘伝のチャーハンね。と
とっても美味しいよ。いい加減にしろ。飛躍はどうした？飛躍は。とにかくその巻物はじいちゃんにもらったチャーハンのレシピね。そうか、いつまでもそうやってとぼけるつもりならこうしてやる。こうなったらカプセルボム。どんなもんよ。そんな、これじゃキリがないわ。離して離して離して。おい、ジャスミンを離せ。なに。どこから入ってきた。警備員は何をやっている。とっとと捕まえろ。何なんだあいつは。よくわからないけど、じいちゃんの薬の秘密を狙ってるみたいね。そんなのも私が知ってるわけないよ。こら、待て。こっち。全部水色タンポポの花。うん、間違いないね。でもどうしてここに。そっか、ロックマンが言ってたじゃん。薬の材料に使うためにどこかで育てられてるかもしれないって。開けろ。おい、開けるんだ。ロックマン。えい、とっとと開けろ。カルダモンの飛躍を手に入れるため何人の産業スパイを雇ったと思っている。処方箋が手に入らなければ全てパーなんだぞ。ソウルエニゾンブルーストール、ホットリン。ブルースソード、もう逃げられないぞ。ベンゲル製薬社長、ベンゲル・ニールセン。ネット警察よ。産業スパイ防止法違反容疑で逮捕します。なんだと。あ、真鍋さん。ネット君、なんでここに。
慶、光ネット様。この前は薬草探しを手伝ってくれて本当にありがとう。ネットのおかげでジャスミンはチョイナに戻ることができました。今はまた立派な薬剤師になるためじいちゃんの元で修行しています。いつか、うんうん、絶対チョイナに遊びに来てください。その時は私がネットに万願亭の肉まんをご馳走してあげるから。メディもロックマンを気に入ったみたいだし。じゃあまた会える日を楽しみにしています。アイスマンとアクアマンがいなくなったって？うん、どうやらバブルマンに連れ出されたみたいなんだ。バブルマン？またあの三福トリオか。なんでも電脳世界の奥深くに眠る謎の宝物を探しに行ったんだって。宝物だなんてどうせバブルマンのデタラメだよ。そのうち帰ってくるさ。でもネット君、その宝を求めてネオワールド3も動き出したみたいだ。次回ロックマンエグゼストリームバブル555にも僕らと一緒にクロスフュージョン。